月15日体は、日本の銀行家。元朝日銀行頭取り、オリックス相談役。旧、埼玉銀行出身で、朝日銀行最後の頭取ヤマト銀ホールディングスとの経営統合を決断し、リソナホールディングスの副社長を兼任。リソナ銀行発足後には、HD の副社長専任となり、2003年の株主総会後に、社長昇格が内定していたが、 リソナグループの国有化で就任自体を余儀なくされた。その後、オリックスグループ CEO の宮内義彦によってオリックスに迎えられ、同社の社長を歴任後、相談役に退いた。リソナ銀初代統取に、勝田氏、埼玉リソナ銀は、ト根氏、四国新聞社、 http://www.shikoku-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュナショナルスラッシュエコノビスラッシュ200208280006822020年1月17日閲覧。リソなに、資本再注入決定へ、勝田社長らご首脳が退任。共同通信。 http://www.47news.jp:/cn/200305/cn2003051701000347/.html2014 年6月4日閲覧。役員人事2011年6月22日付、オリックス。ありがとうございます。